ここ変わるよ、ね、認知症の症状2種類ある。忘れるのは治らないけど、こっち怒ったり不安になったり落ち込んだり悲しいところはみんなの接し方で良くなることがあるよってことが書いてあります。こんにちは、村田町長の大沼かすみです。本町は交通網が充実した町と言われております。仙台からも車で30分程度の距離にあり、仙台空港からも20分程度で来れる町でございます。豊かな自然と歴史のある町並みから宮城の小京都と呼ばれております。町が目指す保健師像は、町民の皆様が健康で元気に暮らすことができるよう、町民一人一人に寄り添い親しまれる姿です。村田町全体の魅力の向上と新しい価値を創造するため、ワンチームで共に取り組みましょう。ぜひお待ちしております。